テージなのかなっていう、そういうイメージな選手ですね。そうですね。さあ、全日本の S3 でも参戦経験がありますアレックス・パロー、まあ、こちらもよく知っているとは思いますけれども、それでもこれだけの強さを取りました。そうですね。さあ、この準備が終わりましたら、高橋宏斗さんからアレックス・パロー選手へのこうしたインタビューをお届けできると思いますが、まあ、それにしても中島企画のシリーズ完了を切られるようになっていますが、はい、
練習しといたからよかった。本当に、今日はハラハラドキドキを